はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。スタリッシュ戦国アクションゲーム戦国バサラ4スメラギということでやっていきましょう。皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前たくさんの動画を投稿してまいりました。3年ぐらい実況させていただいておりますが、半年ほど病気でお休みしておりました。ただありがたいことにその間もね、チャンネル登録者数というかサポーターの方が増えていらっしゃいまして、現在130名を超えるといった状況になっております。ありがとうございます。年内にね、1000名を目指しておりまして、2022年ですね、2023年には1000名以上ということでね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートをお願いいたします。ハローエブリバー、マイネームイズテリオン、アイアムゲームライバー、アイポスティッドアロットビデオソファー、I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、今回はですね、サコンのアニメ編にね、頑張って突入したいので、新衣装ね、見ながら、ルート選択できるね、これね。アニメルートに行きましょうか、そしたらね。うん。これね、アニメルートに行くとね、最初のイベント等がね、ずっとこれパッパッて出ちゃうから、そこはね、飛ばしていきましょうか。アニメルートに入るまでは多分ね、パッて飛ばせるかな、多分ね。まだ。うん。そう、ここもね、第3戦目ぐらいまでね、全部一緒だと思うんで、ここからかな、アニメルート入るの。よっと、うん。おお、またまたいい出目、今回もいただきっしょ。しかし、お前とも長い。これもやったね。じゃあ合戦場でこっから行けるんだね。さあ、アニメルート行きましょうか。遠江飯田城ということで、うん。さあ、ここでね、戦友が変更されますと。刑事さんになって、合戦準備でね、服見ようか。武将成長はもう別にいらないから、1658。強化員が恐ろしく溜まってるから、まあ、がっつり鍛えてもいいんだけどね。あ、サコン、この衣装かっこいいね。ちょっとこっちにしてみようか、サコンの衣装ね。まあ、こっちもかっこいいけどさ、より武将らしくなるから、ちょっと一回こっちでやってみようか。ね。武器が、これは鍛えなくても多分いけると思うから、ちょっと左近のとこで稼ごうかね、武器ね。砥石をね。砥石がね、めちゃくちゃ使っちゃってて、3750か。左近でちょっと稼がしてもらおうか、砥石をね。ここで一旦置いといて。やっぱこの服があるかないかで全然違うね、かっこよさがね。秀吉様、私はあなた様の御前でこの断罪の刃にて家康めを処断したかった。刑部さん、やっぱへこんでるみたいっすね。三成様、太閤を自らが徳川を討たんとする場におれぬのだ。さぞ口をしかろう。石田軍は東からの徳川援軍を断つのが役目。確かに戦の要だし、完璧にこなせるのは半兵衛様を除けば三成様くらいだけど、ちょっと水臭いんじゃねえの、秀吉様よ。私はなぜあなた様の左にいられないのですか。左近、入ります。秀吉が三成を連れていかなかったってことか。1さあ、E 軍男子を鍛え直し中。さて、いいのよ上司、いい名を取ら。家康に組みする意志なくば即刻兵を払い城を明け渡せ。ほい。うわ、こりゃ相当機嫌悪いな。下手に逆らわないでよ、ナオトラちゃん。うん。さあ、開門。あの人にいいナオトラだったね。さあ、名誉挽回のために出撃してまいりましたね、男衆がね。
腰が引けてんだよ。でも全員さあ乙女の花道にたどり着けと。はい、ということで陣をね砕きに行きましょうか。風で城を囲んで脅迫か。歯を唱えている割には小さい男だな豊臣は。あおるね、ナオトルちゃん。あおるね。秀吉様を揶揄するか。お、なでしこ隊。サゴン、あやつを即座に殲滅しろ。うん、かすかな塵の存在も許可しない。はい。ってそれは無茶だよ。この勝負勝つの俺ってバレちゃってるけど、やる？やっぱやるよね。うん、ナオトラ様ならこんな時こそ吠えるはずだ。さあこれね、なんかそのこれでは敵が富んで白い旗が即死。マップがさ、その女性がね、ナオトラさんとこ来てパッと片付けてくるぜ。うん、女性がいるからっていうマップで花とかをこう多分作ってる感じになってると思うけど、まあこれが本当にね、そのイメージした世界で女の人が作ったらこうなるだろうっていう予想でねやってるとしたら、あの今の世の中ってさ、建築とかってやっぱ男の人が結構やってると思うんですよね。うん、だからそういうさ花とかさ、そういうのってあんまりさ作られてなかったりするじゃないですか。あとやっぱりその行政のあれってさ経費かかっちゃうからさ、なかなかそういうの作ると管理費がかかっちゃうから、作らないっていうね、作れないっていうね、そういう切実な問題もあると思うんだけど、街路樹とかだってさ管理しようと思ったらお金かかるわけでさ、作っちゃったらね、維持費がかかってくるから、それをよくも河原なでしこの花言葉は定説。まあでもね、どっかでそれを削ればそこのお金も作れると思うんだけどね。まあだけどその女性がもしその建築とか建設とかにもっと昔から関わってたら、こういったね、あの花花壇とかがいっぱいあるようなねお城になったかもしれないね。昔でもそのね、除草とかどうしてたんだろうね。除草ってあの草を、草むしりの方ね。お城とかはさ、まあ、こういったその石造りの天守閣があるようなね、城とかってもっと 後期にまあできたらしいんだけど、その信長のね、安土桃山城ができたぐらいの時にできたらしいんだけど、その時のそのね、庭の管理とかさ、草むしりとかをさどうやって管理してたんだろうね。そういうのも気になるよね。それはなんか華々しい活躍とかはさ、めちゃくちゃこう取り上げられるかもしれないけど、そうじゃない部分ね、金勘定とかね、懐事情だよね。うん、どうやってやってたんだろうね。税金でやってたんだよね多分ね。でもね、たまには無茶だ。うん、さあ乙女の花道開通いたしました。よし、立田なでしこの花言葉は強烈な愛、奪わせないわ。今取られたもの、後で稽古をつけてやるから覚えておけよ。厳しいな。乱世の男がそれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。喜んで、気合入ってんな。キルツ様にも立ち上がり。私の戦いを見れば、おいしょ。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。さあトラちゃんが一頭いたので、こいつ倒しておくか。よいしょ、オッケー。さあ動物はね、動物ちょっと守っていかなきゃいけないんだけど、よーし。西洋と東洋が合わさった城だよね、これね。涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりも人
向きなる虎だ。かっこいいね。その言葉と心情がかっこいいよね。ミッキーじゃないぞ、もう一人いるから、こっち刑事が。あのシーンの後は激化。どんな見かけに、やっぱいいわ。うん、戦ってきたぞ。なぜだ、こいつサポートしに来たぞ。なんだなんだなんだ、急に。本田忠勝、うわ、忠勝来やがった。うわ、家康を守ってるはずのあんたが、なんだって、うん、ここにいるんだ。そうだよ、本田、私を助けに来たというのか。うん、田中ちゃんすごい守備力あるからね。来たってことは、まさか、マジかよ。うん、嘘だろ。過去、どうした。あ、ってことは秀吉が負けたってことか。っていうことになるよね。なんつう石頭だ、話になんねえ。ほい、よいしょ。ほい、何をグズグズしている。いや、そんなこと言われてもさ、みんな引け、走れ。勝家さんが来ちゃったからしょうがないじゃん、グズグズするのも。やべえよ、まずいよこれ。よいしょ。主にもわかるか、虚勢落ちたり。うん、太鼓はすでに生きてはない。そうだよね、やべえよそれは。わあ、どうなった。あら、イベントで登場しただけか、倒さなくてもよかったんだね。さあ、アニメで言うと最後、龍子の陣だって。第5戦目か、最後じゃないね。じゃあ行きましょうか。よし、伊達政宗、真田幸村の激化です。私は信じない、断じて信じはしない。だが、賢人の放った影の知らせぞ、受け入れよ三成。太后はもはやおらぬ、主が豊臣をまとめ。来ないぞ、行部。秀吉様は死されてなどいない。三成様、それを証明してみせる。私がこの眼で確かめる。秀吉様、今三成めが馳せさんじます。三成様、行さん、三成様はどこへ。おえ左近、三成は狂気の淵に望みある。大阪城へ急ぎかけよう。左近、入ります。うん、大阪龍子の陣。ウェルカム。さあ、龍子の陣、武田、大阪城が伊達と武田の軍勢で埋め尽くされている。いずれも徳川同盟国。うわぁ、つまり徳川に敗れたのだ我ら。わらわら、今勝ち負け云々言ってる時じゃねっしょ。早く三成様を見つけないと。いや、これはちょっとかなりのドラマルートだね。よいしょ。さあ、山本勘介まで出てきちゃってるじゃん。さあ、まず陣が一つ空いたんじゃないか、これで。赤塚、開通。さすが石田君、動きが早い。守りを固めておいて正解でしたな、政宗様。うん、来てる様、私が今。なんだ貴様らは、どけ。いやー、ここのルートはかなりあれだね、気合い入ってんな、スマサコンルートね。うん、さあ、右のルートはなぜか黄色になってるね。了解、やりごたえのあるお仕事だね。
サスケ、小十郎、同盟はしたが俺にただ乗りしていいと言った覚えはねえぞ。とバレちゃいましたか。うん、サスケは雪村側の忍びだよね。とは思うが、朽ちるなよ。当然同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。うん、いやー、すごいルートだね。同盟しちゃってるよ2人ね。さあ小次郎、見たことねえ景色が見られる。うん、だろう。アタックだ小次郎。やっかい相手に。いきなり呼び捨てて。以上。生意気なガキだ。アタックだ。いや、ここは強いな。どいてくれ。今はあんたの相手をしてる場合じゃねえんだよ。うん、人様の城で暴れておいて、何ふざけたことか。人様の城でってここは豊臣城だぜ。伊達の竜に出る。いやー、よーし、落ち延びた兵からの報告だ。うわ、あら、半兵衛も討ち死にされたと。わわわわわ、半兵衛も、おのれ徳川。いや、これでも豊臣の気持ちに立ったらすごい、これおのれって感じになるよね。うん、若いやつはてめえくらい息が良くねえとな。名を聞いておこう。島左近、沢に近し島左近だ。ほんと新入りの前で恥かいちまったぜ。うん、俺我慢の限界っす。今まで世話になりました。どういうこと。さあ、こっちが伊達軍かな。まさか逃げねえよな。よいしょ。さあ、伊達軍と武田軍が同盟を結んで大阪城を占領していると、そういったストーリーでございますね。だから武田とねえ、伊達の有名な武将たちがここに登場してるんですよね。大阪男女とか登場してたよね今ね。うん、でもここに出てくる普通の兵士の名前、小山田さんも出てるか。うん、普通の兵士の名前が解説がないからさ、なかなかどういう人か分かんないよね。これに関してさ、その歴史ゲームとかでやっぱり一番あの解説等でまあ分かりやすいのは信長の野望だよね多分ね。でも結構マニアックに見ていかないとさ、信長の野望も能力値が高いやつしか多分覚えないと思うんですよ。使うキャラクターとしてさ、あの強いやつしか覚えないっていう感じになっちゃうからさ、結構マニアックに何周もしてれば、そんなにイメージない武将も覚えるかもしれないけど、なかなかね、雑魚というか力のない武将は覚えられないよね。使わないからさ、実際処罰したりとかさね、しちゃって多分ね、覚えないって感じになっちゃうよね。よいしょ。まあそういった感じでいくとさ、シミュレーションゲームとしてね、よいしょ、かなり詳しくやってると思うんだけど、まあ、海外のゲームの方がさ、めちゃくちゃ詳しかったりするからね。いって、この程度俺たちがこらえてこそ勝ち目が見える。説明がね、めちゃくちゃ細かいんですよ海外のゲームはね。解説がね、本当にね、びっくりするぐらい解説がね、しっかりしてたりするから、妖芸やるとね、設定がすごすぎてね、驚きますよ本当に。スカイリムとかね、ウィッチャーとかね、説明書の中に説明書があるみたいな。じゃあゲームの中に本当にゲームの説明書がむちゃくちゃ企画書が詰まってるみたいな感じで、めちゃくちゃすごい。あー、陣が落とされまくってる。くっそ、
なかなか陣を全部落とせないな。いつか俺とも殴り合ってくれるかな。よいしょ。そいつは楽には倒せねえぜ。あら、あっちにもなんかまた。あと数箇所ほど陣を気づいておくべきでした。よくやった。お前の前に立たね。あ、サスケが出てんのか、向こう。この占領隊長とか倒しとかないとな。あ、ババノブハルさんか。こいつらも倒しとかないとね。よし。こんなことなら普段からもっと鍛えとけよかった。さあ、真田幸高。そう、この辺がだからさ、信長の予防でね、武田軍使ってやってたから、名前がね、覚えてる武将の人の一人ですよね。そい、さすがに猿飛びサスケは出てこなかったけどね。忍びとかまではさすがにね、出てこない感じだったね、信長の野望はね。さあ、あとはサスケを、猿飛びサスケのとこまで陣を崩してからサスケ倒せば開門する感じかな。アニメルートの最後の一戦は残しとこうかな。今日はね、ちょっと体力的にまた厳しいものもあるし、なかなかね、本当にちょっと最近落ち着かなくてね、体力は。そういや、あんたの顔、行部さんの弾に映ってたかも。うん。ほい。見ててください、人。オッケー。こっから俺らで何とかします。さて、サスケ潰しに行くか。あー、やばい、一箇所また取られちゃってるし。なんだよ、なんだよ、なんだよ。下がサスケの軍かな。こっちは小十郎か。またどれだけ戦場にいられることやら、悔いは残せるな。あ、サスケ。はーい、見つけ、捕まえました。さあ、銀さん。それとサスケ、関さんだね。面倒なのに見つかっちまった。あれ、オタク、影の化け物って感じじゃないよね。影の化け物、なんだそれ。化け物だ。手当たり次第に切り殺して回ってる豊臣の化け物さ。三成様。ああ。三成様だ。そういうことか。何？石田三成だと？大将が単身乗り込んで城を取り返そうってのか？取り返そうとしてんのは城なんかじゃねえ。死んだ人間だよ。てめえら群れにあいってもんじゃねえぜ。とっとと行きな。で、さっさと見つけてきなよ。迷惑だからさ。迷惑だからさって言われてもさ、気がね、三成の気が収まるまで付き合ってあげないとね。なんとも、よいしょ。ほい。オッケー。これでようやく、私が死に、沢山の城に向かわれたのでは。お、三成、沢山の城に向かわれたのでは。そうだ、きっとそうだ。そうに違いない。さあ、三成は、三成が目を覚ましたか。なんという凄まじい覇気。まさに、さあ、雪村。拙者、己の未熟を思い知りましてござる。いや、ここ結構大変だったね。周りに回って、津田さん、よし、この OK。 浸水のごとく速やかなり。うん、ここもでも前い大阪城行ったことあるな、このね、マップね。うん、堀を埋めてどうのこうのとかいう話したもんね、確かね。ヨロドの中埋めちゃったせいでさ、堀を。で、めっちゃ攻めやすくなっちゃって落とされたっていうね。あの時堀をね、埋めるか埋めないかっていうね、足利の吉輝さんの時にこれ多分言ったんだね。竜子同盟の王さ、早い者勝ちはいかがでござるか。エクセレント、サンキュー。主君の敵討ちか。
あいにく秀吉を倒した家康はもうここにはいねえぜ。あんたら三成様を、三成様を見てないか。石田殿、いや知らぬ。出陣しているという報告も受けてはおらぬ。そんな、まさか家康を追って一人で。何、てめえの軍の大将が行方知れずだ。そりゃ正気か。正気じゃねえんだよ。正気なわけねえっつーの。死罪はつかめぬが、そなたの怒りと悲しみはこの雪村の熱き魂を震わせる。寝言言ってんじゃねえ、田辺。油断してっとてめえの首取られちまうぞ。若き者の不要、走れ。さあ、首を取っちゃいましたね。ドラゴンロードは偽らねえ。オーケー、よーし、なんとかなったね。思うツボ、竜の気が変わらねえうちにな。いやー、ここはちょっと長いあれだったね、マップだったね。さあ、なんとか撃破しました。26分か、ちょっと時間かかっちゃったね。1万4000だと大将軍には慣れてないかな。うん、もうちょっとだったね。さあ、アニメで言うと最終戦、巨王の目覚めということですが、これはね、ちょっとね、次回にちょっと回させていただこうかと思っております。はい、次回は最終戦ね、アニメで言うとやっていこうと思います。巨王の目覚めでございます。ちょっと体力的に厳しいんで、今回はここで終了させていただこうと思います。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、最近本当にね、ちょっと安定しなくて申し訳ないんですが、ちょっと頑張ってね、病状を治していきたいなと思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。